はーい、ももせきひらめです。やっほーってことで、今日の夏休みやってきますよ。最高、25日終わりが近づいてる。こう時の流れが早い時の流れが早いよ。もう今日は何の日でしょう。鉄砲伝来の日とかいろいろありましたね。即席ラーメン記念日、川柳発祥の日とか。ああ、今日も暑くなりそうだぜ。あれ、今月に入ってからまだ一回も雨降ってねえんじゃねえか。そんなことはないと思うけど。今日も夜中に雨の音がしてたぜ。降ってたよ。そうなの？じゃあ、いただきます。起きてる時間に雨降ってねえよってだけだね。焼き魚とそうめんかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。昨日の夜見たんだけど、花火まだ残ってるね。そろそろ使わないとしけっちゃうかもね。ちょこちょこ遊んでんだけどな、一人で花火。お姉さんどうも。ねえ、テントのお兄ちゃんはお姉ちゃんのことが好きなんだよ。どうしたの？それどうしてそう思ったの？だって本人に聞いたんだもん。そっか、それでこっちの県の配属を希望したのか。何か心当たりがあるの？ああ、ちょっとだけね。嬉しい？ちょっとだけね。あ、ねえ、安田さんが私のことを好きって話はもしかしたら男と男の秘密だったんじゃないの？あ、忘れてた。でもまあ、恋愛の始まりなんて得てしてこんなもんね。忘れてた。そっか、でも安田さんの気持ちなんてそんなこと考えたこともなかったな。アバンチュールか。まだアバンチュールか。いいなぁ、そういう関係になれる方が欲しいわね。よいしょ。伝えてきたよって言ってきてやろう。意地悪い。今日もね、奥様行ってね、おじさんの話聞きに行きたいね。ねえ、お兄さんに強力なライバルが出現したよ。なんだそれ。なんだそれ。女子大生の部屋に好きな人の写真があったんだ。あ、そう。あれ、やっぱりショックだった？そりゃそうだよ。だってすごい、なんかだって関係クラッシャーみたいになってる今、僕。なんだか波の音まで悲しく聞こえるよ。大丈夫、そんなことないから。全然なんだろう、勘違いだから、追ってる人だと思う。完全に何かを、ね、なんかの調査みたいになってる。年齢が違いすぎる。さすがに、ね。今日はどこへ行けば面白いか、占ってあげようか。はい。じゃあ、炭焼き小屋ぐらいじゃない？はい。ああ。じゃあ。あ、よ。テントに、ちょこちょこ遊びに行くか、今日も。とりあえず、ね、あの、おもし様が、いらっしゃらないかの調査をね、して、島民にぐるぐる話しかけて、って感じかな、また。まぁ、ちょくちょく誤作動すんの。やだな。こんにちは、みさまでーす。あん。そろそろ海のシーズンも終わりね。うん、でもここはクラゲが少ないね。そうね、クラゲが少ないね。でも少ないと言っても油断しちゃダメよ。例えばカツオノエボシなんかは死亡例もあるんだから。
触られたら触手を洗い流して砂やたわしでこすり取るのよ。そして酢や度数の高いアルコールをかけるんだって。ほう、違う。クラゲは触手の手法に毒があるの。うん、だから死んだクラゲが浜に打ち上げられていても触っちゃダメよ。ほう、ずっと生きてんな。ほわ、それは知らなかったな。クラゲってそんな怖いんだ。海行ったことないからなあ。そのクラゲが出る海に行ったことがないから全然なんですよね。クラゲ出ないからな。行ったことある場所。いい虫いないかな。いないな。よいしょ。ちょろちょろ。いないわね。よいしょ。よいしょ。ほ。でも木に出る虫はもう新しいのは出ないと思うから、飛んでる虫だね。飛んでる虫限定で探した方が。早い。でもいないね。もう取り尽くしたかな。よいしょ。よいしょ。どう。ふんふん。君ら新種じゃない？違う？私が捕まえたことない虫じゃないかなって思ったらそうではなかった。どこにでもいるやつだった。距離感もわかんないよね。ミスって海飛び込むし。よいしょ。よいしょ。虫の数少なくなったね。この辺めっちゃトンボ飛んでたと思うんだけど。切り替えたら出てくるかな。あ、そんなことはない。虫少ないや。お、どうしたん？これ、やっとできたんだ。そう。夏は暑いからさ。もう、やれやれって心境だな。でも、おじちゃんって魔法使いみたいだね。は、なんだそりゃ。木の枝をこんなものに変えちゃうんだから。ああ、そういう意味か。魔法使いだね。だったら、何かを作ってる人は、みんな魔法使いだよ。百姓も、工場で働いてる人も、陶芸家も、ガラス職人も、大工も、板金工も、絵描きも、みんなみんな魔法使いだな。なんだか、この世界ってすごいね。すごいね。本当にわかって言ってんのか、お前。もうじき秋が来る。そして秋が終わると、ここには何の音も残らないんだ。静寂の世界になる。ええー、しんとするんだ。うん。なんかいないかな。やっ。あ、カブトに2匹目だ。うん。オスカブトなかなか出ないよね。黒のでかいのしか出ない。ビッグネームのクワガタは出ませんね。男と男の秘密をバラしたよ。恋愛始まっていたどういう意味なんだろう。狼獅子は魔法使い。木の枝を真っ黒も、真っ黒な木炭に変えるんだ。
木炭を作るのもするけど、考えてるからもっともっとすごいんだ。えいえいえい、よいしょー、ないかな。新しいのほんと出ないな、ほかま。せいせい。よいしょ。もう終わりなのかな、虫も。もう出てきてやんねえぜと言わんばかりよ。こっから炭焼き小屋見えよな。よいしょ。こんな夏休みをまた送りたいわね。こんな自然に自然に溢れ合ったことはないけど、そこまで。大問題だよ。どうしたの？何が？父ちゃんが民宿辞めて大工に戻るって言い出しそうなんだ。ああ、あれ、でも父ちゃんって高所恐怖症じゃなかったっけ？治ったんだよね、克服できたんだよね。何歳からでも始められることは素晴らしいことを。やってんね。どう調子は？ねえ、おじちゃん家にまだ花火があるんだけど、今晩みんなでやらない？あ、それいいな。ここにはもっとでっかいのがあるけど、たまにはおとなしいやつを打ち上げるのもいいかも。ロケット花火じゃなくて夜やる花火だってば。あれ、そうなの？じゃあ晩ご飯を食べ終わったら公園に集合っていいかな、諸君。うん、わかったよ、姉ちゃん。これ、ひかりちゃんとかには話した方がいいのかな？ひかりちゃん。ニコニコ。あれ？あ、交換機内だ。多分、これでみんな集まるのかな？子供連中は。子供連中って。民宿の中のおじさんとサイモンに話しかけるぐらいだな。サイモン、モンモン。つめれちゃん、あ、そう、つめれちゃんの小説どこまで進んだんだろう。明日でいいか。明日でいいか。あ、あら、おじさんどこ行った？おじさん、女に飲むしてたのよ。今誰かいんのかな？誰もいないか。まあ、おねんの時間です。これわかるんだけど、なんでつめりちゃんが入ってるときは入れるんだろうね。そこ謎いんだよね。サイモン。ねえサイモン、サイモンは自分の国を離れてここにいるけど寂しくないの？うん、時々寂しくなるよ。だから年に一度は必ず国に戻るんだ。でもそれってお金がかかるね。昨日聞いた気がするな。サイモン、同じことしか喋んなくなっちゃった。記憶が重い、サイモン、記憶が。おばちゃんが今洗濯してる？あ、してないよ。ちょっと洗ってるだけだ、誰が。あ、あー。移動難しいな。まあ、男湯になった。どこ行ってんだろうね。溝にいたりしないかな。風呂にいる？こんな時間から？服ないから。誰の服もないから、なさげではある。
一人だった。どこ行ってんのかな、かくれんぼとかしてんのかな。よいしょ、ここ行ったりして。おじさんも冒険士に火がついてるのかもしれない。よいしょー、すー、こんなとこに穴があるじゃないかーつって、入ろうみたいなみたいになってるかもしれない。よい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 、いなかったいなかったわ。だってなんかあったかな。ね、このゲームでの釣りの才能が一切ないから、釣りはやってて面白くない。全然釣りやってないんだけど。夕方になった。27か8ぐらいから、なんかここら辺におるでみたいな誰か言ってなかったっけ。あ、いなかった。夕方はもういないのかな。ないかな。結局みんながあんまり物なかったんだよね。ほいほい。その巨大な老魚は、まるで空を飛ぶ飛行船のように僕の頭上をゆっくりと静かに通り過ぎていった。でかーいみたいな話。すごい、あの、私が泳いでるとこよりもさらに下だった。テント行こう。テント。今日は船ないんだ。ああ、ちゃんとテントと人いるわ。そりゃそうなんだけど。あまりちゃんとこう表現されてる。ゲームないよね。なんか波の音まで。君はもうそれしか言わないよね、今日。ガチで好きなやつなんだ。パッ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 パー。なもんか。どう、どうも。そういえば今年は一回も泳がなかったな。お姉さんって泳げる人なの？それにちゃんとビキニの水着だって持ってますよ。ビキニ？それってどうなってるやつなの？上と下が分かれてるやつ。おへそが見えちゃうの。知らない？知ってます。おへそ。そうか。あれがビキニなのか。何をどう思ってそう思ったの？チョコカコちゃん見てそう思ったのか、ヨシカちゃん見てそう思ったのか。あ、意外と集まってんね。
大きなおじいちゃん魚見たよ。ボロボロだけどね、すごい。なんか、ないかな。どっか変化してる場所。夕方だから。でもあのおじさんどこ行ったんだろう。小説どこまで進んだかだけ見てこよう。内容は見ない。いきなり続きが書けなくなったぞ。どうしたん。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20。はあ、達成度なのかな。ナースの宿題ってのは多分チョコカコちゃんのやつちゃんとやったらみたいな話なんだ。魚釣るの無理だって。ノーヒントで魚釣るのは無理だって。じゃあお、いただきます。ハンバーグだ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お皿片付けてからごちそうさまですか、その。偉い。あ、来た。来たー。ガキンチョ勢揃い。みんな待った？ちょうど今来たとこ。花火花火。てーれいいね。ここちゃんと映像入れてんのかな。ちょっと作ったのかな、わざわざ。終わった。早いな。降りたい。よいしょ。1時間花火やったんだ。えらいね。えらい。花火結構一瞬で終わるから。お、やってんね。大丈夫、その通り火つけて。燃えない。ねえ、お兄さんはどこから来たの？横須賀だよ。何をやってる人なの？適切な回答をせねば。公務員かな。公務員？あれ、わかんないか。公務員というのは、みんなや社会の役に立つ公共の仕事をしている人なんだよ。お兄さんってすっごい人なんだ。すっごい人なんだ。社会の役に立っているということに関しては、お兄さんたちちょっとだけ自信があるんだ。ほう、素晴らしい自信じゃないか。いいことだ。自信なんてやってらんないからね。何事もやってんね。ねえ、イルカ座ってどこにあるんだっけ。ああ、ほら、夏の大三角形の一つ、アルタイルの北東だよ。四等星以下の星ばかりだから見つけるのはちょっと大変なんだけどね。へえ、さすがにほとんど見えないわね。あのイルカってさ、きっと入道雲がなくて海と空の境目が分からなくなっちゃうぐらいよく晴れた夏の日に泳いでいたら、あんまり気持ちよくってスイスイ空まで登っちゃったんだと思うよ。で、降りてこれなくなったってわけね。楽しいね。僕も一度でいいから
空を泳いでみたいよ。溺れる心配もないしね。いいね、いい雰囲気やね。ねえ、明日はどこへ行けば面白いか占って。さあ、どこに行くんでしょう。はい。あ、2個ある。夜の安子お姉ちゃんのお部屋。おすすめ夜のお姉ちゃんの部屋だって。久しぶりだな、この夜のお姉ちゃんの部屋。ネットに貼られたテント。ああ。昼間と夜、2回行く感じかな。光ちゃんと全くなんかどっか行くみたいになかったな。あとは夜民宿の中の人と話して終わりかな。画面切り替えするときにスティックを離しとかないと。くる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 回るやつ。この音楽も聞き慣れたわね。デレレンデレレン。ルルルルルンルンルン。玄関から入るか。失礼します。絵に描いてあるのはキリン。よいしょ。さあ、おじさん、話してもらおう。また酒飲んでんの？ねえ、おじちゃん。女子大生はおじちゃんのファンだよ。お姉ちゃんの部屋におじちゃんの写真があったんだよ。何かの間違いだろう。写真、間違いじゃないってば。じゃあ、悪い冗談だ。写真これあんまり言わない方がいいじゃないの。よいしょ。さあ、えもあ、ねえ、宇宙の果てのこと想像すると怖くない？うん、怖い怖い。うちの果てに壁があるとして、その向こう側は一体どうなってるんだろうね。どうなってんだろうね。あと、うちの果てがないとしたら、それもとても怖いことのような気がするんだ。無限大って一番怖いよね。途方もないよね。ああ、キュウリ食べる？うん。ああ、キュウリ配りお姉さんにやってしまった。シャリシャリ、おいしいねって感じで終わりかな今日は。こんな言ったって見に行こう。なんかつむりちゃんとのイベントは本当にないんだよ。今同じの時間です。つむりちゃん入ってなかった。あと話してない人いたっけ。明らかに事件のこと話す、事件じゃないや、何かのことに関して話してくれないから。ねえ、たけし兄ちゃん、僕、宇宙の果てのことを考えるとなんだか怖いんだけど。え、何それ。宇宙の果てがどうなってるかってこと。うん、あれ、確かにそうだな。端っこがあるとしたら、そこから先はどうなってるんだろう。ねえ、みんな思うよね。限りなく広いんだろうけど、限りがあるんだったらどこ、そこはどうなっているんだろうって気になるよね。ねえ、世の中ってすごい不思議だね。給食って先生も生徒と一緒に同じ量を食べるでしょ。ああ。大人なのに同じ量でお腹空かないのかな。
裏でなんか食べてんだよ。そういう時、そう、足りないと思った人は。パンとか。なんかつまんでるから。15っていい時間だから終わるかね。控えて寝る。ほいなら残った花火で遊んだよ。ちょっぴり寂しくなっちゃった。花火が終わった瞬間に薄まるから秋の音。花火ちょっぴり切ないね。はい、ということで、25日の夏休み終わりまーす。はい。ではでは、ありがとうございました。明日も投稿しますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。もしね、登録とかもよろしくお願いします。ではでは、バイバーイ。やっほー